実験大好きエミネウです。今回はメジャーを使って14メガから50メガまでエレメントを自由に可変できるダイポールアンテナご紹介させていただきます。移動運用はもちろんのこと、アンテナの研究にも結構使えるんじゃないかなと思います。ぜひともね、皆さん参考にしていただければと思います。補足説明。エレメントが自由に伸縮するダイポールアンテナ、アマチュア無線化の夢だと思うよ。移動運用やアンテナの実験に結構使えると思うよ。使い方いろいろ考えてね。のんびりと紹介するから時間があるときにゆっくり見てね。じゃあダイポールをね、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。実際ね、これの原型になりますものっていうのがね、皆さんも1回とか2回見られたこともあるとは思うんですけどね、実際はね、なんか軍用のアンテナとかですね、こっち側にメジャーがついてるやつって多いんですよね。ここで巻き取って先端のエレメントの長さを調整するっていうのがね、多くて、日本のねアンテナメーカーさんでも試作品まで作られたのかな、ちょっとね私申し訳ないです、試作品は見たことあるんですけどね。皆さんこちら側なんですけど、こちら側で長さのコントロールをするっていうのはね、やっぱアマチュアレベルでは相当難しいので、今回ご紹介するのはね、このような形でメジャーを、本当にこれメジャーですね、本当のメジャーを使って長さの調整は端っこ側のこの端につけたメジャー、こちらの方で調整するっていうのがポイントになっています。まあこの構造によってね、あの台でもね、こういう伸縮自由なダイポールアンテナっていうのをね、簡単に作れるような環境が整いましたんでね、この辺の構造についてね、今からちょっと簡単にご説明させていただければと思います。早速ね、このメディアを使ったダイポールアンテナ、簡単にねご紹介させていただこうかなと思います。まあ、ダイポールアンテナ自身はね、もう非常に構造単純で、皆さんもねお作りになれた方何にもなれるんじゃないかなと思っております。ただね、今回のこのメジャーダイポール一番の特徴っていうのが、まあこちらの方メジャーを使いまして、好きな長さに伸縮自由っていう、ここがね最大のポイントになります。ダイポールアンテナですとね、非常に構造が単純です。エレメントの長ささえ変えればね、いろんな周波数に対応できるっていうのは分かっているとは皆さん思われてると思うんですけどね、ここをねいかにどう処理していくのかっていうのがね、結構難しいところですけど、それをねこういう市販品のメジャーで対応しているような形になっております。メジャーですからね、当然このような形、寸法もね全部記載されております。今回はね5メーターものを使っておりますので、基本的にはね14メガ、一番低い周波数は14メガまで対応しております。で、上の方の周波数はね50メガぐらいですね、50メガぐらいからだいたい14ぐらいの間はね、結構自由にねこの長さをコントロールしてできるんじゃないかなと思っております。で、こちらの方ね、また構造詳しくねちょっとご説明しようかなと思います。まあ、今回ねもう出来上がっておりますので、逆にねちょっと外していくような形でねご紹介できればと思います。まずこのような形ですね、メジャーとの間の結合、メジャー自身がねだいたい鉄でできている場合が多いんでしょうか。ですのでギリギリハンダはね乗るんですけどね、こちらの方にもねちょっとサンプルで、ここなんですけどね、ハンダちょっと見えますかね、ハンダがここにしてあるんですけどね、ここですね、ハンダ実際ね、あのヤスリ、棒ヤスリ使った方がいいですね。紙ヤスリですとね、十分にこの塗装が除去できない可能性がありますので、まあ、紙ヤスリとマイナスのドライバーを使ったりしましてね、ここの鉄の面が出るような形で、鉄の面ができた時にちょっとね、あの錆防止を兼ねてハンダを乗したような感じになっております。非常にねハンダの乗りが悪いので、ここにね直接こう電線をハンダ付けしてもやっぱり割れやすいっていうんですか、ハンダがすぐに割れますので、私はねこのような形、実際にこういうね M3 のネジを使いましてね、固定するような形を採用しております。まあこの方式でね、だいぶトラブルはなくなってきたんじゃないかなと思います。こういう形ですね、 M3 のネジをこういう形で固定して電極をね取っているような形になっております。でね、ネジはまあ1本でもいいんですけどね、まあ、緩み防止とかの形もあるので、一応ねこういう形でダブルで締めて、まあ、緩みをね極力避けるような形でね
ナット部分は2個取り付けるような形になっております。ナットはね2個取り付けております。で実際ね、まあ、これ同じような形2つ付けております。で真ん中はね、まあ、プラスチックで、今のね現行はこういう形で同時ケーブルを直付けしております。本体ですねバランがあった方がいいので、ね、バランバージョンというのもね今からちょっと改造しようかなと思ってるんですけどね、ここがまあアマチュア無線で楽しいところですね。まあ、元々はねこれで運用しても支障はないんですけどね、バランがなくても移動運用ぐらいで短時間でしたらそう大きな問題はないんですけど、ちょっと手持ちにね手作りで作ったバランがありますので、それをね後ほどつけてみたいなと思います。でここのね結合部もその当時はねこういう形でこう大型のクリップですね、クリップを使っております。であとはねここの線がやっぱ切れたらいけないので、ね、結束バンド、こういう形ですね、こういう形でね結束バンドで固定しております。まあ、給電部はねこんな形でねそんなに特殊なことは何もしておりません。で誰もが思うのがこっから向こうですよね。メジャーを伸ばしてここでねロックはかかるんですよ。ただロックがかかったからというと、このロックっていうのはねこうメジャーが垂れ下がっても大丈夫程度のロックであって、引っ張りますとねもうこういう形で伸びちゃうので、このロック機構でねアンテナっていうのはね固定することができませんので、ここをどうするのかっていうのが一番のポイントかと思います。それをね今回はこのような形ですね。この、まあ、実際これステンレスのねホームセンターとか行きますと、この本来ですとこの後ろにね粘着テープが貼られて壁面にねバタッてこう固定するためのフックなんですけどね、そのステンレス製の金具のフックを、はい、後ろの形をね全部粘着テープを剥ぎまして、手で剥いだ後に粘着テープ剥がし剤っていうのがね売られてますので、それを使いますとね綺麗に取れるんじゃないかなと思います。粘着テープ剥がし剤でねこの後ろのテープを綺麗に剥いて、こういう形で綺麗に面を出すような形にします。そして便宜上ね片一方側このような形でね、元はこういう形なんですけどね、こういうフックになってるんですけど、このような形にねちょっと曲げていただきますと、後ほどお見せするんですけどね紐とこが外れにくいような形になっております。であとねもう一つ言うのがこういうちっちゃなクランプですね、 C 型クランプというやつ、これもね売ってるとこと売ってないお店があるんですけど、探していただきますとね以前ですと100均あたりで4つで100円、まあ、本当おもちゃみたいな構造なんでね、本当のなんていうんですか本格的なクランプではないんですけどね、こんなミニチュアですね、見ていただいて、この下のマット見ていただいても分かると思うんですけどね、こういうミニチュアのクリップをね使って固定します。やり方ちょっと簡単にお見せします。で事前にね紐をこのような形で結び目を作りましてね、はい、こういう結び目を作って、ね、はい、輪っかを作っておくのがねポイントじゃないかなと思います。でまずこういう形ですね、クリップ、まずこういう形でフックですね、フックをこういう形で固定します。でこちらの方ですね、紐を固定するために曲げたクリップをこういう形にします。で紐をこのような形で引っ掛けますね。でまあまあこういう形で好きなところでこうやってクイッて締めますとね、まさにねこの2つのクリップ板が上手にね全このメジャーのね対して全体に力を加えましてね、かなりしっかりと固定できます。多分普通に引っ張ってもねまず取れることはないと思いますので、この形で要はメジャー自身を上端に引っ張るのはねこのフック、加工したフックをね使ってこのような形で貼るような形になってます。ここが一番のポイントですね。あと実際にこちらの方はエレメントの調整用ですね、微調整用、微調整用にねこのような形でこう紐、ひげですね、ひげの部分の調整用として最後につけるような形になっております。これもねちょっと使われるメジャーによってね特徴があるんですけど、経験値としましてはだいたいこのメジャー単独でもやっぱり中にね金属のコイルが巻かれてたような形になりますので、だいたい10センチぐらい、電気的にね10センチぐらいの長さとしては動作する傾向ですので、まあだいたい20センチ4分の1ダブルの20センチ手前か30センチ手前ですね、まあ、周波数ごとにねちょっと加減していただきたいんですけど、こういうフックを取り付けて、あとはねここで微調整していただければね誰でも簡単にね調整できるんじゃないかなと思います。できればねこういう形で調整が終わりましたら必ずね何分にフックをつけたで何分したっていうのをねノートなどにね記載しておきますとね、次使われる時にスピーディーにね QS はできるんじゃないかなと思います。
このアンテナのね、メリットっていうのは、まあ、移動運用みたいな時に1本のエレメントで各バンドに対応できる。でまたね、後ほどまた機会があればご説明しようかなと思ってますけど、アンテナの実験するのもね、結構これでいろんなことが実験できるようになりましたので、ぜひともね、まあ、お手が空いた時にね、こういうものを作っていただければ、移動運用とかダイポールアンテナのね、実験もね、お手軽にできるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひとも皆さんこういう構造をね、参考にしていただければと思います。本当にね、もうこんだけの非常にシンプルなものです。これですけどね、先ほど紹介させていただいたやつ、そういうね、ちょっとバナーをね、取り付けようかと思って、ちょっと新しくというか、以前ちょっと作ったやつをね、引っ張り出してきたような形になります。まあ、これもまた機会あればね、簡単にご紹介できればとは思ってはいるんですけど、こちらの方がね、バナーになります。実際はね、この中にフェライトコアっていうドーナツ状のね、コアに電線を巻き付けてるだけになっております。まあ、それにね、こういう形で接着剤で固定した後に、まあ、表面に、まあ、こういう形ですね、ちょっとお見せしますけど、こういう形ですね。こういう形でね、シリコン系の充填剤を表面に、まあ、塗布して防水処理をしたような形になっております。まあこんなものですけどね、まあ、こういうダイポールアンテナではこれぐらいがね、一番お似合いじゃないかなと思っております。でね、早速どうするかと言いますとね、こちらの方です。でただね、ここにクリップをつけるっていうのはね、その当時はね、個人的には良かったんですけど、やっぱり使っておりますとね、意外とこう硬いので、なんかこう居心地が良くないっていうのもありましたんでね、今回はちょっとニューバージョンということで、結束バンド、こちらの方ですね。まあ別にメーカーどこでもいいんですけど、今回ね、まあ お気に入りというか、タイトンの 200mm、 これ全長がね 200mm のやつをね、ちょっと使って、金属の金具じゃなくてね、もう樹脂を使ったような形にちょっと変更をかけようかなと思います。実際に結束バンドでね、今回固定しようとしたんですけど、こういうやり方も良さそうですね。まず結束バンド通しまして、こちら側に通してこういう形ですね。結束バンドの端のロック部分をね、裏側にした方が最終的にこういう形ですね。そちらを見ていると分かると思いますけどね、ちょうどね、こういう形でメジャーにね、引っ張った時にも負担にならないようなんでね、申し訳ないです。早速ね、作った柄先から変更がかかるっていうのがね、自作の特徴なんですけど、結束バンドの方向もね、こういう形ですね。こういう形、こういう形にね、変更をかけた方がいいんかなと思ってます。おい、突然こんなこと言うなって言われそうですけどね、まあ、これもアマチュア無線のいいところだと思います。まあ試行錯誤しながらね、まあ結束バンド一つ縛るんでもね、まあいろんなコツがあるかと思いますのでね、最初はね、こちら側がね、終端だったんですけどね、こちら側にね、こういう形で移行した方がいいっていうことがね、室内の実験で分かってしまいましたんでね、追記情報としてね、ご提供させていただきます。申し訳ございませんでした。はい、これでね、改良バージョン完成ということです。まあどこが改良したかって、そんな電波の飛びはね、正直言いまして、バランにがあったからなかったからって言って、極端にはもう変わらないと思うんでね、一般論としましてはね、バランがあればノイズが少なくなる、まあ、この同軸ケーブルのね、外側からノイズを少なくなる、であとはまあよくあるのがアンテナのバランスが取れているので、まあ、よくまあで高周波が流れるっていうんですか、そういう意味合いで各種 I、 昔でしたら TVI とかね、ラジオ I とかにね、有効でしたっていう話でね、結構ね、そういうところが強調されてきたと思うんですけど、電波の飛ぶ飛ばないっていうとこではそんななさないんだけど思いますので、まあケースバイケースでね、こういうバナーについてもつけるつけない各自でね、ご判断いただければと思います。どうやったでしょうか。エレメントをね、長さをこのような形に自由に可変できるっていうのは、移動運用の時にね、一本のアンテナでいろんな周波数にね、運用できるので非常に便利じゃないかなと思っております。またアンテナの実験におきましてもね、ダイポールアンテナ意外とね、これ調整が難しいんですけど、それをね、簡素化する方法っていうのが何種類かあります。 S ラバーがね、下がらないダイポールアンテナをどうやって下げていくのかっていうのもね、アマチュア無線化のテーマだと思いますので、そういうような実験にもね、結構使っていきます。またその方法につきましてはね、また後日動画の方でね、ご紹介できればと思っております。
おそらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。